にちは。グラフィニカ 3DCG 部モデリングチームのスタッフです。アニメ Q のライブパートでは一部で 3DCG モデルが使われています。この動画ではその 3DCG モデル制作の流れをポイントごとに紹介します。まずこちらが今回の 3DCG キャラモデルを制作するためのワークフローです。順番に紹介していきますので、ぜひ最後まで見てくださいね。さて、どんな仕事でも準備が大事です。まずはじめにモデル制作の準備から始めます。キャラクターデザイナーが作成した設定画をもとに発注打ち合わせを行います。今回の 3DCG キャラクターモデルは歌唱パートに使用するための条件として中長距離用モデルのクオリティが求められました。中長距離用モデルとは距離をとって遠くから見るためのモデルです。中距離、長距離はそれぞれこれくらいの距離での見え方です。キャラが大きく映るカットでは作画ガイドとして使用します。作画ガイドとは作画をするときにレイアウト参考に使用するガイドのことです。作画時にガイド用を使用することでバランスの取れたカット制作が可能になります。また今回のモデルが16体必要なので効率的に量産できることも重要なポイントです。これでモデル制作の準備が整いましたので、次はラフモデルの制作工程に進みます。作業内容が整理できたらモデリング作業に入ります。本作のモデリングで使用したソフトは 3DS Max です。今回は登場話数の関係で天童ゆうきから作成しました。画面の背景に設定を敷いて全体バランスを確認しながら作っていきます。次にペンシルプラス4というプラグインソフトを使います。ペンシルプラス4とは 3DCG モデルをセル画調の見た目にするツールです。そしてマテリアルとラインの設定をしていきます。ラフモデルが完成したら監督にチェックしていただきます。この段階で形状バランスと関節位置を決定。モーションキャプチャー収録や 3D カットのレイアウト作成に使用します。キャラを並べて身長などの対比も随時チェックしていきます。また今回はモデルを量産するためにグラフィニカ独自のツールも開発しました。元となる素体モデルから数値の調整だけで各キャラの体型を作成できるツールです。このツールを使うことで素早く量産することができました。これでラフモデルができましたので、次はより詳細なモデルを作っていきます。この工程ではさらにモデルを作り込んで形状を完成させます。各キャラの顔の特徴を読み取って対応モデルごとに反映していきます。目の位置、形状や眉の角度、口の大きさなど各キャラごとに落とし込んでいきます。特に頭部はチェック用にレンダリングして細かく修正を入れていきます。頂点カラーを設定します。これはモデルの各頂点で持つ色のことです。この設定で全体的な見た目を整え、部分的にラインが出ないようにします。またラインやシェーディングが綺麗に出るよう調整していきます。さらにテクスチャで描き影やハイライトを描き込みます。本作の 3DCG カットは作画素材が撮影処理された絵に合わせる仕様でした。ここでの撮影処理とは髪の毛のグラデーションなどの処理になります。色見本を参考にしながら髪の毛などにそれぞれグラデーションを乗せていきます。形状とテクスチャが完成したら詳細モデルとして監督にチェックしていただきます。シェーディングなどの確認のためターンテーブルでぐるっと回転させます。監督 OK がいただけたら見た目は完成です。これで詳細モデルができましたので、最後に表情を制作していきます。これが最後の工程で、口パクとネパチのためのフェイシャルを作成します。また、
斜めから見た顔を調整するための毛布ターゲットも作成します。毛布ターゲットを使用することで顔の表情などを細かく制御することができます。キャラによって口がどこまで開くかなどをキャラごとの表情を調整しながら作成します。毛布ターゲットが完成したら、すべての毛布を使用した表情集を作成します。ここまでできたら監督に最終チェックをしていただきます。監督 OK がいただけたら、本番用の詳細モデルをレイアウト用のラフモデルと差し替えます。表情、揺れ物などにモーションをつけてレンダリングすれば 3D カットの完成です。今回はアニメ旧 3DCG キャラモデルの制作ワークフローを紹介させていただきました。あくまでも一例ですのでご注意ください。グラフィニカでは他にも様々な作品のモデリング制作を担当させていただいております。グラフィニカホームページで参加タイトルが確認できますので、興味を持っていただけましたらぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。